まあということでね、いろいろ入試対策動画やってきたわけなんですけども、はい、ちょっとお知らせがありますえ今回で、うん、入試対策動画ほ<う>最後なんですねやったおかしいおかしい間違えたおかしいよお前おろろー おろろって聞いたことないか。悲しいよー。いやーもうねいろいろやってきましたよ<え>。ねアドミッションポリシー編とか小論文編<ー>で今回の面接編とやってきましたけどどうでした？うん、まあミスはね実際に小論文編では小論文書いてましたけど、うん。あそうだ。うん。俺もさあの合格だよね。 小論文もいいめっちゃいい点数取ったでしょで面接もこなしたってことは合格いやいやそんなことないよなんであと学費の振り込み先だけ教えていただければ振り込みますんでいやできないから合格じゃないから半分貸してもらっていいからなんで俺が学費洗わなきゃいけないの行きたいんだ俺いやいや待ってよ漫才頑張んなきゃお笑いは1回お休みしますなんで学校行くんだよおい4年間も待ってらんないよ俺いや頼むよいや今回は諦めてくれよまあ見てる学生に託してくれよその夢は学生のみんな僕の分までい頑張ってください ということなんですけれども、まあ以上となりますけど、まあ最後にですね。まあこの受験生、見てくれてる方たちね、はい、みそさんから。超絶面白コメントでエールをですね。お願いします。<laughs> 任してください。はい。じゃあみそさん。お願いします。ええー、学生のみんな。動画をいっぱい見てくれて、本当にありがとう。そんなみんなに。僕からこの一言を送りたいと思います。それは何ですか?。 やればできる、人のやつばくんじゃねえよ、最後に。皆さん、ありがとうございました。はい。<laughs> 大丈夫です。ちっちゃ噛んじゃったな。すみません。